皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。本日はシビロクに新しい指導者、徳川家康公が来ましたので、早速家康日本でプレイしていこうと思います。家康公はどのような能力を持っているのでしょうか？日本自体の効果もあるけども、まずは家康の効果一覧がこのような感じだ。一言で言えば鎖国体制なので国外じゃなくて国内で交易を回せボケといった感じの能力になってる。デバフ効果となる国外交易の産出量が 25% もマイナス、つまり4分の1もカットは、結構痛い効果に思えるな。仮に国外で文化が4点稼げるとしてもそれが3点になっちまうし、ゴールドが40稼げるなら、30まで下がってしまうと。それでも最終的には国外の方が海交易なんかで美味しくなる場合もありそうだけど、一般的な文明に比べれば、国内から国外への切り替えが遅い傾向なのは確実と言える。対してメリットとなる国内交易は、送る場所の専門区域が多いほど、つまり人口の多い人などの区域がいっぱい立ってる場所に送るほど、区域一つにつき文化と科学がプラス1点、ゴールドは2点の加算となる。3個区域があればプラス3点ずつにゴールド6、5個区域があれば5点ずつにゴールド10が加えられる。ちゃんと区域を立てていけば、研究同盟と文化同盟両方結んだ程度の交易が1本で出ると、ゴールド補正もあるから最低限自国でお金も確保できそうではあるな。あとの2つは強いのかわからないけども、首都から6タイル以内の中精度はまず気にしなくていいということ。航空技術修了後は区域一つにつき観光力がプラス1点、プラス数十点くらいは足しになるから、あって困るものじゃないけども、同じ日本の北条時宗と違って、こちらには兵営、整地、劇場のコスト半分はない。加えて、海岸や浅瀬での戦闘力補正もないから、戦闘と内政のバランスも良かった北条時宗と違い、国内だけで完結可能な、国内交易を軸とした内政型の指導者といった感じだろうか。しかし日本には同じに区域パズルによる補正強化と、侍という大和魂を持ったユニットがいるため、それらも加えれば、なんとかやっていけるのではないでしょうか。時宗の戦闘補正、区域コスト半減効果が減った分国内交易が強くなる、というのが一言で言える変化だけども、日本の性質上区域が多くあった方が、パズル的にも、そして国内交易的にも強みを活かせるであろうことは間違いない。そこで考えた方法としては、時宗日本の宗教方面に行く方法と同様、この世界に糧を脱った結果通称糧を取り、聖地の中身の神社などから追加の食料と住宅を確保して、とりわけ人などの人口を伸ばし、区域を4つ、5つと複数立てて交易を美味しくしていく方法だ。ということでお待たせしました、ゲームスタート。沿岸補正のある日本は変わらずだけども、今回は沿岸よりも内地の家畜に出した方が、首都3、1、そして鹿タイル2、3と食料多めでスタート可能なためこちらを選んだ。港の隣接を考えたら基本は沿岸に出すのが後々無難だと思うが、時宗の戦闘補正がなくなった分、沿岸にできれば出していきたい。っていう思いはやや下がったと言えるかもしれない。逆に言えば、事実上回線も弱くなったと言えるってことでしょうか？まあ戦闘補正消えたのと区域コスト半減が消えたのは結構痛いから、その分を国内交易で賄っていくしか、家康には強みがない。逆に言えば、チーム戦で孤立してもなんとかなるタイプとも言える。さて最初の研究は聖地を建てるために先生学からスタート。何度も繰り返すようで申し訳ないけども、あやつの聖地コスト半分効果が消えた分、宗教的な恩恵はないため、もしかしたら最適解ではないかもしれない。ということだけは先に述べておく。糧を取れない時点でこの内政方法は、ガタついてしまうけども、幸いにして聖地の先には取得を急いでもいい。港もあるため、序盤のゴールド確保は商用ハブよりかは港でする方がいいかもしれない。付け加えれば、港の中身の灯台だとか造船所だとかは、食料に関する追加効果が得られるため、区域を増やしたい、すなわち人口を伸ばさないといけない。日本ともともと相性が良さげだ。なるほど、聖地の糧で食料を増やし港で食料ももらいつつ交易路の本数を増やして、その後は劇場、キャンパス、兵営などと区域をどんどん立てて交易路を強化していく寸法ですね。研究は聖地からやるというくらいで、最初は石膏と開拓は最低でも1体ずつ出して順は、基本的には変わらない。今回は人口の伸びが早かったので、石膏は1体だけになってしまったけども、後で買うのでそれで最低欲しい2体は確保可能だ。2都市目は左の砂糖も良さそうですが、周りが平原でギアの確保が難しそうなため、右下の蜂蜜でもいいでしょうかね。カナダの時みたいに、食料ばっかり伸びてギアが追いつかないのはもうゴリゴリってのがわかるな。開拓者を1体出し終えたら、聖地の建設を開始していく。周りに木のあるタイルばっかりで、聖地が建てにくかったり、山岳などの宗教補正が少なかったら、ちょっと考えどこかもしれないけどもね。ただ糧は AI にとっても人気な内容のため、今回は一般レベルでやってるから大丈夫だけども、古典に入ってから灯籠、なんてのはまず許されない。宗教やるなら2都市目出した後にすぐ聖地、建てるの遅い家康ならなおさらだね。2都市目への開拓者の移動が完了、最初に生産するのはモニュメントからです。このモニュは序盤の文化を最低限確保するのに必要なため、第二都市では基本的には作っておきたい。以後、モニュはいらねえ文化は総督や家康交易とかで稼げばいいからね。糧が通ることも考えて、首都では聖地の中身である社を建てていこうと思う。もちろん、大予言者ポイントを稼ぐ意味でも急ぐ必要があるんだがな。そして社会制度はいつも通り、まずは対外貿易を最速で終わらせて、貿易商の生産アンロックを家康ならなおさら急ぎたいところだな。チーム戦ならばグリーンの貿易などと同様、味方からお金をもらい買ってしまうのも一つの手です。でもって、すでに首都で聖地が建っているので、早速家康の貿易効果が最低限だが発揮されようとしている。購入したターンに貿易は動けないため、次のターンにその効果を見ていこう。とその前に、聖地に行く場合は進行力がすでに聖地
で確保可能なため、パンテオン確保のために入れていた神王を外せるなら都市計画に入れ替えておこう。これでギア一つずつだけども差をつけられるので、後々地味に効いてくるはずだ。パンテオンはマップ次第なところもあるため、ロシアならオーロラダンスおすすめとか、そういうことは言えないのだが、今回はおそらく沿岸沿いに基本的には出していくと考えて、海の神を選択した。もっと食料を確保したいとかであれば、タイルにもよりますが工場の儀式とかが、いいかもしれませんね。労働者の確保もできるので改善により港のブースト条件達成なども容易です。まあ今回は蜂蜜に砂糖と食料は近隣かなり恵まれている方だったから、ギアの確保の方がどちらかといえば欲しかったというのはある。人に石が多いので感情劣跡でも信仰力ももらえるしと考えたけども、2の石なら考えたけども、2、1の石が地味に多く、まあ借り取る方に弱い石は使おうという判断で今回は進めていく。では横浜から首都東京への交易ルートを見ていこう。その前に、デバフの効果が早速現れているのが見てわかるな。本来交易を伸ばせばターンごとに3はゴールドがもらえる都市国家への交易が、2.3 に減少。まあ最初から都市国家に送ることは稀な方だが、家康はミッション含め、他文明、都市国家に送るのはやはり不利ということだな。熊氏とかはとりわけなんとも言えない組み合わせになってしまうのが悲しいところだね。対して国内交易には太古時代から分解値、化学1、ゴールド2と、追加の産出が得られているのが確認できます。これは区域が増えるごとに、化学、文化、そしてゴールドは増えていくわけだな。これをどこまで活かしていけるかで、家康の価値というか強さは変わってくると言える。区域が増えなきゃ時宗に大きく劣る、ただの孤立したポンコツ国家。逆に増やしていければ、化学も文化もゴールドもそれなりに出てくるに加えて、宗教を取るなら信仰力もそれなりに稼げるため、文化一つが突出するタイプとかではなく、化学も文化も金も信仰も、頑張ればそれなりに全部出せるぜ俺はっていうのが、家康の最大の強みだと言える。ただし、日本自体が扱いが難しいのもあり、上級者向けと言えるかもしれない。事実会長さんも出たばかりなのもありますが、家康を動画にするレベルで使えるようになるのに、何回かやり直しましたからね。内政がうまくないと扱いきれないということか。さて海の神のパンテオンをせっかく入れたため、早いところ海資源を改善し、本音を言えば港開放の条件を早々に満たして、第三都市ではいきなり港から建てようと思う。まあ海洋資源が近場に2つ以上なければ聖地から建てると思うけども、交易は区域の数を増やしてでの質の面だけでなく、港、あるいは商用ハブで増やしていく数の面これを確保していかなくてはいけない。このあたりは、正直マップ始め状況にもよるので、最適解はゲームによって異なるだろう。古代の帝国開拓者の生産を早める経済政策開放まであと3ターンほどあるため、プロジェクトの祈祷を1回回して、在予言者の確保を急いでみましょうか。このあたりもまた、周りの状況とかによっては、軍事を配といた方がいいってのもあると、比較的選択の余地があるのが、10ターン後半での動きと言える。幸いにして追加の石膏を小屋から得られて、石膏は3体確保で取りま十分な量が確保できていた。ゴールドの石膏を買い、交易を買い、この後タイルも買いと忙しいですが、今回は4対4自分以外は AI なのもあり、お金は多少ですが味方がくれる状況にあります。結構上振れているってことだね。シングルの場合はもうちょっと遅くても心配ないからその辺は気にしないでね。古代帝国まで地味に1ターン余ってしまい、開拓のために貯めるかとも思ったけども、祈祷1、風確実に確保するかと、ちょっと予言者ポイントもったいないけども、撮影がおじゃんになってもコマ動画のため確実な確保のために、仕方なく選んだということにしてくれ。実際は祈祷を2回もさせるギアはさすがに出ないと思われるから、みんなはせいぜい1回さしておけば、相手が高難易度とかでもなければ大丈夫なはずだぜ。太鼓終了まで残り10ターンですが、宗教を創始するため、運が良ければ古典黄金にシングルでも入れる可能性としてはあるかもしれません。チーム戦なら入れない方がおかしいくらいだからね。ポイントがあと2点足りないとかだったら、ガレイが出せるのでそいつを足しにしていけばさすがに問題ないはずだよ。あとはシングルの場合は遺産とか他の文明を見つけたりで頑張れ。ではいつも通り植民地化の経済政策で開拓者の生産力を高めていき、すでに社が立って、食料の伸びはそこそこ程度にいいはずの人から複数開拓者を出していく。正確には今から宗教を創始して選んでいくんですけどもね、最初は食料確保のための、この世界に家庭がおすすめな内容です。ない場合は合唱曲だとか労働倫理だとか、残っているやつで合いそうなものを適当に選んでね。でこの後は自由でいいけども、今回は無難にゴールドがもらえる。10分の1税でも選んでいくよ。日本家康は国外交易が弱くなる、すなわち海交易なども当然弱くなる分、ゴールドの確保がやや難しいという点はあるからね。そして総督は BDG のモッドがあるなら目者、通常ならピンガラかな。これを第二都市にあえて割り当てた。これには理由があるけども、第二都市も蜂蜜はじめ食料があり、模様最低限作ってありと。効果はそれなりには活かせる土地だと判断したのもあるね。そうこう言ってる間に海洋資源2つの改善が終わり、港の区域建設がこれで可能となった。本音を言うと、第三都市の展開までに港ができてくれてるとありがたい、と思っていたんだけども、交易から出る化学力が地味に高いため、予定よりも早く終わっちゃったね。この後は内陸でも交易商を増やせるようにするため、商用ハブの建設を急いでいきたいところですね。まあその辺もまたタイル状況とかにもよりそうではあるがな。人でも港を建てていきたいところだけども、もともと宮殿があってギアも高い人での政府複合区域の建設は優先させたい。すでに人では聖地を建ててしまったため、次の区域の建設には人口4が必要。幸い食料はタイルや風の効果での犠牲
ている方ですが、それでも聖地、港と建ててしまったら、次複合を建てようと思ったら7の人口が必要。小屋で神引きしても、さすがに太古時代に人口7はまず無理だろうからな。人の区域はまず聖地と複合で、自流枠はその後なんだぜ。小屋の引きがなかなか神引いていてねえ。労働者を引いてしまい、使い道をどうしようか考えているところだ。無難なのはまだ石の改善でギア確保じゃないだろうか。しかしここで僕はキャンプ改善が弱いにもかかわらず畜産を選択。蜂蜜で快適性を確保しようとでも思ったのかもしれないけど、第二都市ですでに踏んでいるため味方に配るくらいしか手がないです。AI が持っていることに期待しましょうかね。もっと言えば、第三都市は砂糖を直で踏むためそれで多少快適性を確保可能です。なおさら馬に行ったのは微妙だったかもな。強いていいことがあったのは、上に馬があることを知れたくらいだろうか。まあどこかで騎乗兵欲しいとなってからでも遅いので、上は平原給料に普通に出していくとして、やっぱりキャンプよえ、ゴールドにだけ改善はさすがにやっちまったもったいなさすぎる。CIV 世界ではゴールド4でギア1の価値ですから、ただでもらった労働者とはいえ、もったいなかったことは事実ですね。で、先ほども言った通り第3都市では港から交易商の確保を目指すわけだが、ここで隊長またやらかしました。港の位置をミスってしまうんだぜ。今同じ4点でしたよね。どちらでも変わらないのでは。日本は区域隣接させるほど、後々効果も美味しくなる。右で隣接可能なのは地上だと砂糖のあるタイルのみで、しかもこれは剥がせない。対して左なら剥がせるもろこし含めれば2隣接は可能。建てた直後にはやったな俺のバカと直後に後悔したよ。細かくてもこういう積み重ねの失敗があるほど内政が落ちて家康は弱くなるってことだ。代表団を小屋から確保したので、都市国家の一覧を見てみると、ヨハネスブルク・アルジェント、これは確保を急ぎたいので狙うことに。こいつは初手で奄美の導入を検討するくらい強力な都市国家だからね。これでアホみたいに改善した分のギアを確保していきましょうかね。ってことでヨハネ確保のための代表団を神秘主義からいただきまして後に確保。聖地を人と2都市目で建てたことで、最低限ながらも普及の進行力は確保しているため、濃度性入れる前からさっさと改善できるタイルは改善していくよ。でもってこの時は独裁政治を普通に入れてるけども、戦闘で下等性を選ぶ状況にあるとかを除いて、内政の場合は共和制から選んで、レガシーを確保した方がいいかもしれない。共和制レガシーでは住宅の確保と、快適性を確保することができる。ただでさえ人口が勝てなどで伸びやすいため住宅の確保と快適性の確保が必要であり、そのためにも共和制のレガシーの方が、相性良さげとやっていて分かった感じだな。でまた労働者引きましたよ。会長さん小屋を引く用途いかなり恵まれていますね。土地は砂漠だのツンドラだのがすぐ近くにあるけども、敵文明はそこまで近くにない。まあマルチだったら相手がよりにもよってノルウェーなのですでにボコられていた可能性もあるけどもね。第二都市のギアが少々いまいちで、開拓作るのに時間がかかったけども、これでようやく5都市目の開拓者が終了。首都、蟹、そして正規区域の隣接で5点の港を第二都市では作っていく。普及内政に入ったらば、進行力で労働者、場合によっては交易商なども購入し、それで出したばかりの都市もどんどんと、強化していくとその繰り返しです。さらに首都に木車を入れなかったのは、代わりにマグナスを入れたかったのもあり、余剰管理を入れることで、さらに国内交易に食料とギアをプラス2点ずつ強化を目指すが、最新の BBG でこれが弱体化するとかしないとか聞いた気がするので、まあこれは国内交易のさらなる強化と思ってもらって、首都にマグナスを入れるなら、備蓄を取って開拓者での人口の減りを抑えてもいいかもな。今回は政府複合の中身は無難に越権にしてしまったが、素業の方が相性もいい場合があるようにも思えたな。まとめると、普及内政をする場合での古典時代の動きは、首都ではまず政府複合とその中身を立てて、第2以降の都市では港、または商用ハブが完成しているのであれば、その区域と中身を立てて交易商の上限を上昇。普及はその区域を素早く立てるためにも、新都市での進行力による労働改善、そして各都市から首都に向かって交易を伸ばし、首都にマグナスを入れることで、家康の国内交易に、さらに食料などの磨きをかけて都市全体を強化していくと。仮に70ターンくらいで首都への交易路が10本、首都の区域が5つ用意できるのなら、それだけで科学と文化力は50点ずつ、ゴールドも100確保することが可能だ。都市が育ってくればもらえる食料やギアの量も増えてくるため、必ずしも首都である必要はないけど、主要都市の育成レベルによって、交易の質の面はやはり変わってくるというわけだね。ちなみにこれがマグナスの効果も乗った、2つ目の交易路を第3都市から首都に伸ばした値だ。30ターンの終わりから、40、50ターンとかけて、これをどんどん増やしていくというわけだな。あとこの時僕もできなかったんだけども、人口を意図的に増やすということは、快適性の確保がその分難しい。技術的には海から行くため、運が良ければクジラだとか真珠だとか、確保して陸資源最低4つを確保すれば、当面は大丈夫だけども、終盤は都市数と人口にもよるけど、正直快適性は高ければ高いほどいいのが事実。今回はキャンプが地味に多いのもあって、アルテミでごまかしているけども、他にもコロッセオだとか、あるいはザンジバルだったか都市国家の確保だとか、別文明で自分の持ってない資源があるなら、積極的にいただいた方がいい部類なのは確かだね。家康日本の難しいところとして、とりわけ主要都市でどの区域を作ろうか悩む場合がある。ぶっちゃけ言ってしまえば、普通なら商用ハブ建てた後にキャンパス建ててってのがあるんだけども、家康は実を言うと交易で科学が出るため、40ターン台は特に科学がそこまで必要に感じないんだ。むしろ科学が出すぎて邪魔すらあり得るので、キャンパスを建てるタイミングと量が難しいと扱っていて思ったところだ。では逆にキャンパスを建てない場合、何を建てればいいんでしょうか？まず最低限欲しいのは、交易商を増やせる港もしくは商用ハブだな。主要都市首都や第二都市など人口が伸びる場所で4つとか5つとか建てるのならば、建て
月の聖地やその中身は建てる価値がある。逆にゲーム終盤の第14都市とかの場合、聖地なんて今更建てても恩恵は受けられないため、終盤に出す都市には聖地はまあいらないでしょう。これが時宗だったら聖地のコストが半分だったので、かなりの都市に建てても OK だったんだけども、家康は劇場も兵営も半分じゃないから、その辺が難しい。この時はまだ取得してないけども、コロッセオやアルテミなど遺産を挟む余裕があるならば劇場を建てるのも主要都市ではありかもしれない。と言ってもこれは中身まで入れるかは正直なんとも言えない。叙述家とかはゲットできたらラッキーくらいに、文化の足し程度で建てていくことになるかもしれん。あとは兵営、公用、娯楽施設などもありますが、この中でしたら優先すべきは兵営でしょうか。公用ほどではないですが、あれも中身はギアが出ますし、 BBG なら戦車などの資源に必要なものも出てきますからね。その辺はどのくらいゲームをするかでも建てる区域の最適が変わってきそうだな。まあ聖地、港と来た後にキャンパス建てちゃいけないわけじゃないんだけども、確実に言えることは図書館とかはちょっと後回しでいいってことかね。それを建てるくらいなら先に労働と開拓、あるいは首都では劇場とか別のもの建てた方が内政は分回るだろうという感覚だったよ。うん、港を右に建ててしまったのが地味に痛い。キャンパスもしょぼい。せめてプラス4点くらいありますとまだ美味しい方なんですがね。この人なら劇場も政府複合の左上に出したいところだな。6点くらいは出るようになるだろう。といった感じで、ここからは本当に次第というか状況次第で、キャンパスか劇場か、それとも別のユニットかと変わってくると言える。例えばピンガラ都市ならさすがにキャンパスは建てた方がいいし、 BBG の目標なら劇場は正直ありだと個人的には思っている。ただ人ではできるだけ最悪なんでもいいから区域を建てれば、攻撃はこのような感じでどんどん良くなっていく。普及内政でも50ターン頃には科学と文化が両方50、60と超えていくはずだよ。あとグラマスを使うか否かも難しいところですね。80ターン頃に戦車をぶっ刺すというのであれば、種を出すのに非常に有用になりますが、グラマスは海上戦力は出せないはずなので、海軍ユニットをボコスか出す場合は、外務省など他のものがいいかもしれません。ちょっと周りのタイルがしょぼいんだけども、攻撃路が多い方がいいので、スンドラや砂漠近くでもなんとか出していく。ついでに沿岸部、特に首都から第3都市といったギアが高い都市では、そろそろ地を作るためにも現在ガレーを1ターンで量産しまくったけども、悲しきかな、ゴールドをため忘れて確実に全部はキャラベルにレベルアップしきれない悲しみ。今回はキャラベルに合わせたが、どこで軍事的なスパートをかけるのかも意識しておかないと、金がない家康はやや辛いな。これでも毎ターン100は出てるんですがね。100じゃ全然足りないっぴ。300くれ300、そんな無茶を言うなや。2回目の黄金時代をどうしようか考えたけども、今回はペン筆にして文化を確保する方に舵を切ってみる。ただでさえ区域数がすでに多いから、文化の伸びは結構なものになるだろうな。ただ中世黄金は正直目指すものと、これまた都市などの状態にもよりそうだ。タイル改善がまだ済んでないところがあるなら2連普及してもいいと思えるし、科学をガンガン伸ばさないといけないなら研究を選ばないといけないと思うし、そこは悩みどころ。なお今回はグラマスいらなかったし、進行力はこの後と着想余りました。それでも地を作るため、お金に苦しみながら出したキャラベルで、AI の土地を落とし、また人を落としと、格好つけていく家康。今65ターンくらいで、すでに AI の人を2つ落としたわけなんだが、それを差し引いても、科学と文化は150点くらい出ていた。上手い人がやればおそらく60ターンくらいには科学も文化も、200近く出せるポテンシャルが家康にはありそうだったが、やはり扱いが難しいのがあれだな。ということで、科学も文化も信仰もお金もそれなりに出そうと思えば出るけども、その上限をより高めるのにまだまだ練習が必要な家康くん。70ターンで200だと戦車出すには遅すぎるし、やっぱ300くらい科学出しつつ文化も200とか出せれば結構強力だと思うんだけどもな。戦車の種はグラマス、アップグレード代金もきちんと貯めれば自前で用意できなくもない。ってことで次回はヘルニア会長による80ターンファシズム大戦車軍団鬼家康ですね。無茶言うなって感じだけども、なんか家康ならうまいことやればいけそうと思わせてくれた感触だったので、もう一回どこかでやりますので、本日は動画時間もそろそろやばいので、今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。